本ではカップ麺を作るとき、夜間を使ってお湯を沸いてカップ麺を作るじゃないですか。でもアメリカのカップ麺は電子レンジを使って作れるのがあるんですね。日本だとおかしいじゃないですか。でもアメリカのはね、できるんです。できるのをね、買ってきました。前にもレビューしたホット&スパイシーを作りたいと思います。今日初めて電子レンジを使ってカップ麺を作ります。いつもお湯を沸いてね、作ってるんですけど、今日は初めての電子レンジでカップ麺ですね。もう11年前アメリカに来た時驚きましたね。ここにね、書いてあるんですよ。 3 minutes microwavable、 3分でできるんですね。これを見て、電子レンジでできんの？みたいな感じだったんですね。日本のカップ麺だと電子レンジを使うなって書いてあるんですけど、これはね、書いてあります。こちらアメリカのカップ麺なので、日本にいる方絶対に真似しないでください。こちらはね、書いてるからできるので絶対真似をしないでください。それでは作ってみましょう。火薬とスープの粉を入れました。次は水を入れます。水を入れました。それでは3分電子レンジに入れたいと思います。出来上がりました。実際見てみるとこういう感じです。汚いですねかき混ぜてスープブースターを入れたいと思います。スープブースター入れてこれもかき混ぜます。こういう感じです。お行儀悪いですけど今日は立って食べます。まあまあよくできてますね。いただきます。味は当たり前に同じです。正直で言うと普通ですね。これがね、アメリカのカップ麺、レンジを使って作るカップ麺でした。まあ、さっきも言ったように絶対に真似をしないでください。それでは次の動画をお楽しみに。じゃあね。